はい、萌え偽証ってことで、ね、やっていきましょう。秘密結社日上総帥8時でございます。こちら土曜日のですね、小倉の旧レース2歳1勝クラス芝 1200m 戦ってことで、まあ、ここからね、まあ、小倉が始まります。開幕週ってことと、まあでまあ、多分内有利とかいろいろありそうなんでね、まあ、こんな感じでいくつもりなんですが、まあ、消灯するになりましたね。ここからね、まあ、毎年小倉、まあ、芝1200のね、この特別戦が2つ3つあるわけですけども、まあ、ここにね、連戦していく馬が多かったりするんでね、まあ、この後枠による優位、不利とかね、あの開催が進むことによる適性の差みたいなのも見えてくると思うんですが、まあ、まずはね、内枠の人気サイドからさばいていきましょう。軸は2番のダンシングニードル。まあ、昇級3戦目、ここ2戦もね、持ち時計、時計のね、指数面での評価では上位ですし、まあ、ここでね、距離短縮と平坦で、まあ、スピードの違いを見せつけてくれるんじゃないかなというふうに思っています。そして1番フォルテース、まあまあ、前売り7番人気、前走ね、昇級戦も4着で検討してますし、これもね、あの平坦の馬場良さそう、内枠良さそうってことで、紐には拾っておきたいと思います。まあ、そして7番のルーフ、まあ、前走戦2でね、圧勝の初勝利、まあ、そこから間隔を空けてきてというところになりますが、まあ、前に行く馬ですし、まあ、休み明けどんだけ成長してるかというところを期待していきたいと思います。そして8番ブライトサイン、前売り5番人気ですね。まあ、昇級2戦、掲示板は外しているんですけどもね、まあ、ノーザンさんの馬ですし、まあ、ここでね、距離短縮狙ってきたってあたり、まあなんかね、あの思惑があるのかなと。まあ、ノーザンファームだけにね、あの小等数のところで着賞金だけ稼ぎに来ましたみたいな感じじゃなさそうな気はします。まあ、キャロットの馬ですからね。まあ、そういったところで、この、まあ、8頭立てですから、まあ、ちょっと紐普段より1点少なめでね、これで、簡単にね、やっておきたいと思います。まあ、そんなわけで、またね、メインチャンネル、冬ガム TV の方で、日曜日の重賞2つ、東海ステークス AJCC 上がっておりますんでね、まあ、そちらも合わせてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。